まほろばの陣立てへようこそ。今回は信長の野望大使 with パワーアップキットの戦法強撃校舎について紹介していきます。なお武将は紹介用の強行為之助という新武将を作成しました。全能力値50のゲーム内でいうところの盆章になる能力ですね。それではまず強撃校舎の情報を確認してみましょう。使用コストは2、効果は自身の強撃した時の士気減少効果を小上昇となっています。実際の決戦場面でどのように活躍してくれるのか早速試してみましょう。それでは実際の場面で強撃校舎を使ってみましょう。ちょうど今こちらの部隊に対し強行為之助が強撃を取れそうな状況になっています。強撃が始まったら強撃校舎を使用していない時の士気の減少と強撃校舎を使用している時の士気の減少を見比べてみましょう。今強撃が始まりました。今の減っている状況と強撃校舎を使用した時の減少の差がどれぐらいあるかですね。ちょっと見比べてみても正直体感で違いが出るほどの差ではなさそうな気がしますね。というわけで強撃校舎を実際の場面で使ってみました。今回は戦法強撃校舎について紹介させていただきました。正直なところ使いにくすぎるというのが真っ先に出てきた感想です。発動条件の自身の強撃した時というのが非常に分かりにくいことが大きな原因のように感じます。おそらく強撃を仕掛けている部隊という判定があるのだと思うのですが、それの基準が全く分かりません。何回か該当部分を見返してみたのですが、強行為之助が敵の後方から攻撃している場面、これはおそらく為之助が強撃を仕掛けているという判定になっていないように思います。というのも強撃校舎使用前の士気ゲージの減少と比べ使用後でも変化した様子がないからです。しかしその後敵が為之助の方に向いた際、士気ゲージの減少がわずかに早くなっているのが確認できました。その時にようやく効果が発動していたのではないかと思います。強撃をしている部隊というのはてっきり敵を側方および後方から攻撃している部隊のことだと思っていたのですが、どうやらそうではないのかもしれません。そしてようやく発動しても効果があまり実感できないレベルというのは残念至極です。発動条件が分かりにくいと積極的に使ってみようという気にはあまりなりませんね。さらに大使はパワーアップキットになって士気が非常に減りにくくなり、その重要性が薄らいでしまいました。やはり士気に関する戦法はほとんど日の目を見ることがなくなってしまったなと思います。発動するかどうかも曖昧な強撃校舎を使うくらいなら他の戦法を使うか、戦法ゲージを温存しておいた方がいいかもしれません。こういう使い方もあるよ、実はこんな効果もなど補足情報がありましたら、自分では気づけなかった発見もたくさんあると思いますので、ぜひコメント欄にお寄せください。当チャンネルでは他の戦法に関しての紹介動画も作成していますので、気になる戦法がありましたら、他の動画にも目を通していただければ幸いです。ご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。